花尾由郎の音楽魂。はい、こんにちは。一週間ご無沙汰しております。金尾義郎でございます。今日はですね、もう今年、最後の金玉ということになりますね。最後の金玉ですね、はい。最後の金玉ということになります。まあ、一番最後の放送ということはですね、来週のね、29日が、まあ、今年最後ということになりますけれどもですね、はい、あの1年間いろいろお世話になりました、高橋真子さん、どうもどうもお疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもこの中で握手してますね。まだあります。お、それいい T シャツ着てますね、今日は。ね、これね。USA 大山ですね、これ。素晴らしい。ね、それ背中はどういう風になってますか？背中かっこいいですよ、これ。これかっこいいね。ワールド大山空手のね、うん、T シャツ、うん、あの素晴らしいですよね。T シャツ着るだけで強くなった気がします。ね、ありがとうございます。うん、ということでね、いろんな方がね、ここにいらして、まあ、大山 USA チームのね、方もね、ね、師範、はじめいろんな方いらっしゃいましたけどもですね、いろいろ広がって、おりますよね。はい、おかげさまでですね、じゃあ、松下利美さん。はい、こんにちは。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先週はね、僕もちょっと生まれて初めてね、うん、国歌斉唱というふうに、なんと、素晴らしい。後楽園ホールに行ってきましたけどもですね、ね、うん、ああいう経験はやっぱり僕はなかなかね、今までなかった、なかなかないですよね、そう考えたら。そんな。ね、名誉なこと。ね。いや、だから、君がよっていうのをね、いろいろ考えさせられましたね。あ、そうですか。国歌、ね、っていう。それでもう女子プロレスのタグマッチだったんですよね、うん、ピュア J っていうね名前に変わりましたけども、もともとは JWP っていうね、女子プロレス、ジャパン、おそらくウーマンズプロレスだと思いますけどもね、それがね、新たに、ピュア J っていうね名前になりまして、ピュア J っていうのは可愛いね、なんか女性らしい感じ、うん、でも僕初めて見たんですけど、うん、みんなやっぱりその常にこう鍛え、体はやっぱ鍛えてるから、うんうん、すごいですよね、うんうん、あれやっぱり危ないじゃない、危ない部分もあるんだけども、なんかちょっとやっぱりハード、うん、ハードな、うん、ハードですよね。でもね、本気でやったら死んじゃうよね。え、本当だよね、あれ、うん、だからまある部分割とこうそのコスチュームにしてもね、うん、割ときらびやかにはなってね、素晴らしいショーとしてもね、素晴らしいものだと思いますけどもですね、今後ともね頑張っていただきたいと思います。応援しましょうね。そうですね、やっぱ格闘技としては空手とかのね、うん、方たち少しご縁があったんですけど、うん、なかなかねいろいろありますよね。そうですか。もう満員のお客様ですよ。ねえ、すごいね。それで打ち合わせでは、まあ、ここだけの話ですけど、はい、ここだけの話にならないからラジオだし、打ち合わせの時に花束贈呈とかあるんで、うんうん、ベテランのリンガーアナウンサーの方と打ち合わせしたんですよ、うん、で、まあ、そこ、まあ、協会の会長と僕は、まあ、リングの端の方で待つということになってたんですけども、はいはい、いきなり僕のプロフィールが読まれたんで、ええ、焦ってね、リングのど真ん中に立っちゃったんですよ。あれだって選手が、それまずいでしょ。まずいでしょ。で、帰るに帰れずにさ、なんか立たされた状態になって、暗転になって、いや、でもね、うん、そこで僕はご挨拶するはずだったんですよ、うんうん、おそらく、それで振り向いて、君が代を前に、いや、日の丸を前に、まあ、ね、君が代を歌うというね、はい、段取りだったんですけどね。とてもね勉強になりました。ね、失礼しました。ということでね、働きすぎのあなたのために歌いましょうかね、なんかね、オーバーワークで見ますか、今日はね。オーバーワーク、みんなオーバーワーク気味ですからね。
で寝ぼけた二人、眠ってるのにどうして疲れ取れないどうして、働きすぎはいつも分かっているけど、信じてるのにどうして、信じきれないどうして、素直になれないのは私の方さ。お家族が一番work。 はい、はい、金尾芳郎オーバーワークというね、歌でしたけどもですね、働きすぎの、でも女心っていうのはどうなんですかね、もう私はあなたの命よっていうそこまで好きになってね、好きになってよ。でもちょっとその別れたりなんかしたらもう逆転しちゃうんだね。いやこの間ね、たまたま、いや何言ってるのか分かんないでしょ。いやこの間たまたまなんか飲み屋さんで、あのテレビなんかワイドショーみたいなのがあったんで、そのニュースが流れてたのよ。さあなんかほら女優さんとなんか男優さんがこう別れたようななんかあれがあって、女優さんが出てたんだよね、なんかそれに、そしてもうすっごい好きで好きでどうしようもないっていうね、あのその女優さんだったんだけど、いざそうなるとね、もうガラッと変わっちゃうんだね、女の人って怖いなとか思う。そりゃそうでしょう、別れるんだからね、ね、ああもう顔も見たくないぐらいになるからね。そう、だいたいそう、そうなんじゃないの。そう、俺はねそうでもないんだよね、なんかね。いやいや、いやなんていうかな、やっぱ別れた、まあ僕も別れましたけど、その別れた奥さんのことそんなにね、顔も見たくないほど嫌いじゃないよ。
あの幸せになってほしいし、うん、でも女の人ってそれテレビ見ててもゾッとしたもんね。誰だっけ、松井なんとかさん、まあ、それ言っちゃいけないから、あ、そう、ごめん失礼しました。あ、あの会見ね、うん、びっくりしたもん、うん、そういうのはありなのかなってね。まあそういうもんなんだろうね。そうなんでしょうね。よくわかんないですね。ね、すいませんが、あ、こんな話ですいません。ね、なんか、怖いなとか思いましたけども、ね、なんか身につまされる。うん、いややっぱね、で僕はたまたまそういう出会いはね、うん、何度か僕も恋愛もしましたし、はい、あるけども、うん、そんなことはなかったからね、僕自分としては過去の経験を見ても、うん、あ、でも男と女の人違うんだよ ね、まあ、違うね、メンタルが全然違うもん、ね、うん、違うもんね、あ、そうかそうか、自分はそう思ってなくても相手は、うんうん、ね、男はほら広く幅広くでしょ、うん、女の人ってね、うん、そう、分かんないけど。女の人はほら今怖かった。そう、まこちゃん今引いたよね、怖い。なんでなんで、そう。いや、それはね、なんか違う、女の人にもいろいろいるし、タイプがいるんだろうね、まあ、そうそう、なんか成分が男の人もいるし、うん、女のね、そうだね、うん、男の人でもなんかめめしいやつもいるしね、うん、女女してる人もいるしね、それはやっぱ性格ですよね。うん、だからそんなにね、なんかこの180度変わるぐらいのね、うん、よくそういう風になれるなとか思ってね、うん、よっぽどなんかあったんじゃないですか、よっぽどだよね、そう、お金が絡んでるんじゃないの。まあ絶対それはあると思う ね、 ね、それがさ、恨みとなって、全てはあれですか、ラブイズマネーでした。まあそういうことでしょう。ラブイズマネーって曲ありましたっけ。ラブイズマネー。ラブイズマネーは、ね、ということでね、今日ファックス、じゃあ僕早速ね、私の方から読ませていただきましょう、はい、チャーリー佐藤さんですね、これはね、金尾芳郎さん、投げ銭 FM オン中ということでね、皆様こんにちは、今年最後の悲しいお話です。いきなり悲しいお話来ましたね。悲しい、いろいろあって私には、最後の家族シマリスのチビ君が亡くなりました。ああ、それはそれかわいそう、それはかわいそうです ね、 ね、僕見に行きましたよ。あ、そう、本当に、うん、かわいいのよ。うん、でチャーリーさんってほらいかついじゃない、いかつい、あの男がね、あのリスちゃんにね、あのリスかってのはアンバランスよね。かってさ、あのくるみ、あ、くるみじゃないや、あのなんだっけ、ひまわりの種ね、うん、あの餌をね、あげてましたけどもね、すごい可愛がっていましたけど、残念です、本当亡くなっちゃったんだ。預けていた家族、あ、家庭で亡くなりました。か、あの他の人に預けてたんだね。預けてたんだ。それはちょっとあれだよね。辛いですね。その家の末っ子4歳に問いただしましたところ、うん、マックフライドポテトを内緒で与えていたとのこと、涙も枯れました。4歳の子じゃしょうがない、4歳じゃしょうがないね、自分が食べたのを、そうそう、分けてあげたんじゃない、うん、いい子供をマックに連れていこう。エアルの顔が見たいね。出ました、マコさんもね、違いましたね、違いますね、やっぱりね、ダメでしょ、ね、食べさせちゃダメだよ ね、うん、ね、でも4歳の子じゃ分からない、ね、4歳じゃ分からないかもね、うん、でも問いただしたんだ。、うん、4歳の子に。今年最後のリクエストとなります。災難続きの私目に日の当たる坂道を、はい、またまたお願いいたします。来年はみんなで良い年となりますよう祈りを込めて。今日2万円来てますね。お、うん、悲しい割には、ね、かぶりがちょっといい、良さそうですね。いいんですかね、今日2万円来てますよね。ということでね、そういうことも佐藤さんに、佐藤さんね、チャーリーさんの話って悲しいんだけど笑っちゃうよね、なんかしないけどね、ごめんね、笑って、でも、まあ、前回はね、あのほらもっとヘビーな話だったからね、財産分与 のね、話がやっとまとまったかと思ったらね、これで ねでもやっぱ財産放棄したっていうのも勇気がいるよね、なんか私が言ったらしいんだよね、それを。
うん、そうらしいよ。それがもう引き金になったらしいよ。え、そうなの。うん、財産放棄、なんか財産なんか大きいしゃいなって、私はマイク聞こえてないと思って言っちゃったの。それをね聞いたんだって。あ、そうなんだ、うん、私のせい。いや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 、で私が、ね、そんなもったいないことしたんですかとか言ったら、でもやっぱりお金のなんかなくなってからお金の取り合いになっちゃうことってよく現実にあるじゃないですか。あれがなんかすごく悲しいよね。そうだね、うん、やっぱあるとどうしてもみんなね欲しくなるんだよね。そうですね。僕の場合でも借金しかなかったからね、欲しくない人ばっかり争い事なんか一つも起こらなかった、ね、それは起きないね落ちませんね、本当にね。でもむしろあの父親がそれをね、あの感じ取ってね、そういう風にしたのかなと思ったぐらいね、いまだに兄弟仲いいですよ。いいですね、おかげさまで ね、 ね、あれお金があったらひょっとしたらね、なんか取り合いになるかもしれないよね。でもチャーリーさんもほら娘さんと会えたりしてすごく仲良くなってよかったんでしょ。そうだよね、結果的には、うん、結果的には ね、 ね、うん、なんかもう一方いらっしゃいますか。え、メールね、メールいただきました、はい、金尾さん、誠さん、としみさん、ディレクターの山田さん、うん、撮影の岸さん、はい、こんにちは、うん、1年って早いですね、駆け足どころかダッシュですね、街はクリスマスのイルミネーション、そしてクリスマスソング、寒い中、はい、なぜか気持ちは暖かくなりますね、うん、今年はリハビリに励む1年でしたが、皆さんはどんな1年でしたか、うん、楽しいお話聞かせてください。リクエストはお任せいたします。よろしくお願いします、はい、音楽魂の皆さんに感謝の1年でした。力をいただきありがとうございました。寒い日々、体調に気をつけてくださいね。清水佳代子さん、ありがとうございます。佳代子さん、ね、そうリハビリで ね、 ね、1年、ね、そう、あのでもよく、ね、まあ、大変な事故でね、会われたんですけどもね、元気になられてね、本当に良かったと思う、うん、あ、これ清水さんのプレゼントじゃない。そうそうそう、誕生日のプレゼント。あ、僕もね、いっぱいもらったのよ、あの飾り系、飾り系、飾り系、あの羽系飾りを、いいですね、いただきました。なんかね、こっちこそね、お世話になりっぱなしでね、あの本当申し訳ないと思ってますけどもね、あのありがたいことですよね、はい、ライブ来てくださいね、ライブとかもね来てくださいね。あ、明日ライブだよ、加納さん。あ、明日はね、僕は明日ライブですか。ライブです。スモーキーですね、スモーキー、あの横浜スモーキー、今年最後ですね、うん、あの、うん、渡辺武史とね、うん、あのやります。早起きロッカーのおたけび、早起きロッカーのそのタイトル、うん、早起きロッカーの、ね、あ、来てください。23日投げ銭だからね、気楽っちゃ気楽に来れるかもしれない。明日祭日なんですね。祭日ですね。でスモーキーもね、ライブ営業は明日が最後なんですよ。そうなんだ。そう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 、うん、そういう部分でね、お店はやってるんでしょ。お店はやってるんですよ、ね、うん、あのライブ営業は、ライブは、うん、最後っていうことでね、明日はもう楽しみに盛り上がって、うん、そうですか、あの頑張りましょう。まこさんも毎日ライブで、明日も、今日もやりますよ。今日はどこですか。今日は湯島、湯島ね、ファビュラスギターズで。ファビュラスギターってさ、うん、できてそんなに経ってないよね。まだ経ってない、1年できたばっかりの頃、僕何回か ね、あのしゅんちゃんとかほらやってたから。そこそこ、うん、今盛り上がってますよね、店。結構盛り上がってますよ、八代さんすごい頑張ってるし、ね、本当、うん、いや、あのね、誠さん紹介してから広がったんだよ。何、そうそう、あの店だって私頼まれたんだもんね。いや、店オープンした時、うんうん、だってまだ時々開けたりしてたんだよ。 あんまり大きいのない。それで誠さんも誰か紹介してくださいって言って、うん、ね、うん、言って結構わーっと、しゅんちゃんとかもやったんだよね。そう、しゅんちゃん最初にやったんだ。最初にやってね、うん、そう、うん、でもあのライブハウスとかが結構大変だろうけども、うん、やっぱそうやってね、輪がね、こうみんなが繋がると広がっていくとね、いいよね。ラジオと同じだよね、うん、やっぱりね、うん、そういう輪が。そこはもう、ね、もうギターもね、いっぱいあるし。そうそうそう、使い放題、使い放題お持ち帰り自由とか言わないけど、迎えてギター持ってかないもん。ほら、いいね全部使っちゃう、使っちゃって、うん、でだからトライできるやつと、だから売り物とあるんだけど、うんうんうん、あ、そう、うん、あ、手ぶらで行ってんの。そうだよ。あ、いいね、結構手ぶらで行けるところが増えてた嬉しいねそれさ、かなり疲労感が違う。高橋誠さんあたりになるともう、体一つで来てくださいっていう友達が来てくださいってそういうわけじゃなくてでもほら、使ってもらったらお店の宣伝にもなるしね。うん、そうだよ、あ、これを誠さんが使ってたんですよって言ったら、ね、高く売れちゃうかもしれない。そんなことはないと本当本当
プレミアつくんじゃないの。ね、そうそう、毎日ライブ入ってるもんね。あとクレとかはどうなってるんですか。クレはその後だから29日28日、 俺も自分で自分のライブのことはもう覚えてないけど、京次さんと新潟でやるのは、新潟でやるのは30日です。30日、そんなに、うん、30日も山本京次さんと ね、うん、あの新潟の富樫さんっていうお宅でプライベートライブなんですけど、すごいね、が最後ですかね今年。あ、そうですか。で31日は弁天でもう毎年あの昔の仲間とやってるセッション、オールナイトセッション、オールナイト、うん、やります、ね、カウントダウンみたいな、うん、朝までやってんの。朝までやってる。そういえばいつかさ、うん、朝正月の1日あの元旦のなんか放送の時に寝ないで来たことあったね、まこちゃん。そうそう、でもそれです、ね、それなんだ、うん、ああそうかそうかそうか。今年は5日だからね、少し、うん、あの開けて放送はね。5日ね。5日。うん、5の日ですからね。うちの母の誕生日だ、そういえば。あ、そうなの。そう。1月5日。5日。いや、誰だ。あ、え、石井寛二と一緒だ。そうなんだ。石井寛ちゃんと。寛ちゃんね。あ、昨日そうだったでしょ。確かに1月5日だって言ってた。昨日。あの人面白いよね。面白い。ギターも上手いしね。うん、なんか面白い、なんか面白いでしょ。面白い面白い。で結構モテるんだよねあの人。何これ言葉にしないで頷いてます。それはちょっとあれですかね。いやモテるって話いいことじゃないですか。いや豆そうですもん、ね、だって、はい、ね、やっぱ豆じゃないと男はダメなの。そうなのみたいですよ。まほちゃん豆でしょ。全然うせやっけ。本当本当、うん、俺本当そんな、お二人は豆じゃないと思うよ。切り捨てるよ。切り捨てるでしょ。よくご存知で、はい、ね、なんか今日のんびりしてるよね。こういう放送もいいでしょう、ね、いつものんびりしてます。いつもよ。どうします、誠さん。ほらさっき何誠さんの順番。順番特に順番ないですよ。順番ないよね。サイコロがなんかあれやんないの。日の当たる坂道とか。あ、やりましょうか。そこそこリクエスト、ね、ね、振りだけ振っといて、うん、やんなかった。いきますか。じゃあ、チャーリー佐藤さんのリクエストを出しましょう、はい、元気出してください。
はい、金沢市の日の当たる坂道をお届けしました、チャーリー佐藤さんリクエストありがとうございました、ねはい、ということでね、こうやってやっていてですね、リクエストをねいただけるっていうこともね、本当に嬉しいことで、普通だと、まあ、もともとありもんの曲しかね、リクエストはあんまりないでしょ。自分の歌に対してね、いや、ありもんって言うか、ありもんって言うか、ありもんって言うか、ありもんって、ありもんって、あ、また来ましたね、続々とファックスが。生放送中にね、こうやって、ファックスいただけるっていうのはありがたいですね。王子だ。王子のリクエスト。たまに読みますか、かな。たまには。まこさん。まこさん。いやいや、読む。読みます。今、はい、今届きました。カナオヨシロ音楽魂。カナオさん、誠さん、としみさん、こんにちは。今日も元気ですね。今年もラジオ放送楽しく聞かせていただきました。ありがとうございます。そして先日の後楽園ホール国歌斉唱、はい、YouTube で拝見させていただきました。素晴らしい方です。あら、いや、まあ、来年は10周年。あらら、ちょい、いいですか、はいはい。来年は10周年、ますます楽しみです。はい、ありがとうございます。お三人の会話。ハラハラ感楽しみです。かっこ笑い。仕事の途中でファックスです。間に合いました。リクエストは何でも OK です。ありがとうございます、ね。チャーリーさん、リス、残念でしたね。寂しいでしょうけど、元気出してください。はすみさん、ありがとうございます。仕事中なのにありがとうございます。ね、ありがとうございます。もう年末で忙しいでしょうね。そうよね。あ、そうね。ファックスの大変なんですよね。達筆でね、いつも。昨日もね、チャドに来てくれたんです。ああ、もういいです。お二人で、ご夫婦。あら、いいですね。あ、そうなんだ。いいね。ねえ、こっちは来てくれなかったね、フライデー。ひどいの。また来てね。また来てね。飽きてたらいいの、ほら。行かなくたってラジオで聞けるからなんか思われちゃってね。いやいやいや、うん、また来てねって今言ってるね。忙しいからさ、うん、もう。また蓮見さんとこ髪、ね、また切るの、まこさん。もちろん、もうまた伸びてきちゃった、すごい。なんか今日立ってるよね。短いとね、うん、結構、かかる。早いね。早いよ。うん。あ、じゃあもう豆に行かないとダメなのね。だから2週間に1回ぐらい。いいね。そんなに切らない。どん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 短くなっていく。そうだよね。2回切ったからね。2回切ったね。ね、うん、え、2回切ったの？切ったよ、だって。もう今までね。うん。一回切って、もう一回切ったじゃん。蓮見くんのブルームードでやる前の日に蓮見さんとこで結構切ったんだけど。あ、その、あれね。うん、まだで、ブルームード当日に楽屋でもっと切ってもらった。あ、そうなの？当日？当日。そんなことしてたの？俺がもう一生懸命走り回ってる時に。そうそう。違う。蓮見くんのだよ。のライブで。ああ、そうかそうか、その時に。そうよ。チェキラ。彼のライチェキラの時に。うんうんうん、あ、そうなんだ。そうそう。そう。でも着ると気持ち軽いでしょ。軽いよ。ね。ね。もうね、最高。髪の毛バッと洗ってすぐ乾くしね、きっといいよね、うん、私も短くしたいな、うん、短くしたいな、俺もじゃあ剃るか、じゃあ剃る剃っちゃう剃っちゃうのは剃るのは一番、ま、剃ってる人がいるんです、そうだ、そう剃ってるんだ、うん、もう最高最高ねえ、ゆるブリンナーみたいになるよ、あ、いいじゃん、うん、いいじゃない、うんうんうん、俺剃ると本当、うん、人が避けるもんだ、やってやって商店街の歩いてたら人が避けるから、一回カツラかぶって試すかね、大試しでどうだろう、じゃあ松下さん行きますか、そろそろね、え、私の順番、うん、チャルメラ、あ、チャルメラそば屋、チャルメラ、チャルメラ、まあ、年越しそば屋でしょ、うん、年越しそば年越しそば、これも久しぶりだからちょっと、おそば、私間違えていつもそば屋って言ったの、そば屋、おそばで、おそばなの、そう、みんなで言って、そば屋じゃないんだよね、そうなの、そば屋、そう言うとまじ言いそうだよね、またそば屋じゃあ、ちょっと久しぶりにちょっと舌が回るから、皆さんお蕎麦はいかが、おなじみチャルメラ娘、町から町へと細々ながらも楽しいチャルメラ蕎麦屋でござる、お参拝一ご機嫌、ほら危ない千鳥足、はい一丁上がりよ、つるつるつる毎度ありお待ちど、さて東京名
物は同じ見ちゃるメラ娘、新宿浅草上野新橋ガラガラ流すよ屋台のチャルメラ蕎麦屋でござる。And I'm trying every new destination. But for good old fashion eating, here's a distant camping bedding. And you try it from a coupon where there's all those soba men. When it's soba up in time, it's in Bashi. And man, it's new the second time around this town. When the draining down start to break my stomach, start aching. Just get out of it.おそば、おそば。イエイ。はい。おそば、おそば食べたくなったねなんかね。そうです。なんかしたまんないよねこの難しい。ああでもね、これあんまりだからご存知ない。これひばりさんの歌ってご存じない方多いんだね。そうだね。そうそうそう。なんかね、あみちゃんがあのこれ歌うといいと思う私。誰？あみちゃんね。あみちゃんの誰？あみちゃん、三松あみさん。あ、あのあみためのあみさんね。そうそうそう。聞いたこと。あみちゃんなんか手怪我したそうなんだよね。大丈夫ですかね。もうこの時期、ね、右手だからね。まあでも 歌の人だからね。まあまあね。まあ、そうだけどマイクは、まあね、スタンドでってね。うん、お大事にね。ね、お大事にしていただきたいと思いますね。そう、マコさん。ね、まあ、あのこうやってこう人間関係というかミュージシャンのね仲間たちが広がっていってですね、本当になんか。あの僕も助けられていますけども、いろんな形でね、あの網溜め、もなんか僕の歌を歌ってくれたりとか ねいろんな方がね、うん、あの、三坂健太郎君も歌ってくれたりとか、うん、あの、うん、ほら元 J-WOLK の ね中村浩一さんなんかもね、はい、歌ってくれてるのね、またほらありがたいですよ。関西方面でそうそう、なんかね、アミちゃんあの知り合いで、アミタメのアミちゃんがアミタメでやった時にね聞いた人じゃないかな、うん、ライブでね、うん、歌わせてくれって言われて、うん、わざわざ、ね、連絡来たのよ。そう、うん、素晴らしい、素晴らしいね、もうありがたいなと思いますけど、早く PV 作んなきゃね風の中で立て、うん、で俺が風の中でこう立ってんだね、立ってるだけ、それじゃあまりにもね、あそれでいくか、うん、髪剃って、お金かからないよ、髪剃って、で、刀持って、髪剃って刀持って、やだそれは、うん、いいよね、で着物着てさ、いいよね、着流しでこう、どう、それやろうよ、ギター侍みたいなギターでしょ、ギター侍じゃあもうね、本当ありがたい。来年は10周年に向けて、そうですね、イベントなんかいろいろ、いろいろね、ちょっと仕込みましょう、仕込みましょうかね、ね、うん、四国も行きたいね、四国行きたいね、ね、誠さんね、お墓参りツアーもやりたいね、うん、たいそうお墓があるんだっけ、ね、そうだよ、そうだよ、ああそういうことね、お彼岸ツアー計画しなきゃね、うん、ね、四国僕行ったことないのよ、九州だけど行ったはないよ一回も、どっこもないもん俺、九州四国のあの全県高知とかないよ、ないよ、ない一回もない、本当一回もない、本当に、うん、沖縄も行ったことないよ、うん、自慢だね、うん、自慢だねなんか行ったことない人の方が少ないと思う自慢ボーリングもしたことないから、おそう、うん、なんで、いやなんか隣のレーンかなんか入ったら怖いじゃん、なんかあれ、隣のレーンになりそう、隣のレーンしたことない、まあ、マージャンもしたことない、ボーリング、うん、マージャンもしたことない、うん、したことないのも多いよ、俺な、ほとんどやったことない、それした方がいいとも、来年は10周年だし、じゃあ10周年で、ね、なんかいろいろやろう、ね、ね、マージャン大会とか、やったことないことの方が多いもんだって、誠さんはほとんどやったことあるでしょ、マージャンはあります、あもちろん、ボーリングとかも行ってたの、もちろん、本当、うん、まあ、そりゃそうだよね、何でもある、ね、俺だってボーリング場がなかったもの、そう、いやいや田舎に、いやうちもなかったけどもやったことはありますよ、うんうん、田舎ってほとんどないよね、なかったから、うん、うん、
そうそう、私小学校6年生か5年生ぐらいの時、友達を2人連れて、電車に乗ってボウリング場を連れてってあげた、隣の県の。本当そんなことしてましたけどね。ない、スキーもしたことない。スキーもしたことない。スキーもないよ俺。何にもない、何にもしてない、うん、歌だけ、うん、いやいや歌だけ歌ってたわけじゃないけど、他に、うん、いろんなことやってたんじゃない。ああそうかそうか、ね、いやいや夜は忙しいとかね。いや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 、なんかいろんな面倒見たりとか ね、そうだね、あの何の面ね、何の面リスの面倒とかいろいろ。リスは好きだったよ。俺リス恥かいたことあったもん、あの値札間違えて、台湾リス、そう1500円って書いてあったから、うんうんうん、1500円バーって貯金箱から全部引き出して買いに行ったわけよ、自転車、小学校の時バーって行ったらさ、うん、こうゼロにかかってて、他の値札が1万5000円だと、わ結構するんだね、うん、1500円は安いもんね。1500円はないと思うね。安い、うん、買いに行ったことだって、もう大恥かいてよ。でもちっちゃいから 僕それ足りんよってでくれなかったの。ちっちゃいから許してあげるってない、ね、くれないよ ね、 くれないよね。好きだったんだけどもね、やっぱ動物飼ってるとさ、亡くなった時にすごくショックが大きいでしょ、うん、家族みたいなもんだからね、うんうん、そうだね。だからなかなかね動物も飼いにくいよね。でもうちも飼ってましたけど、いなくなったのが、うん、亡くなっていなくなったのか、自然にいなくなってたか、親が隠してたのかな、見せなかったのか、なのか、いなくなってた自然に。そう、犬飼ってたの。犬本当。いや僕もサブちゃんっていうの、うん、僕横浜の時はね外で3匹猫飼って、うんうんうん、外で飼ってたの。あ、そう。家の中に入れなかったの、うん、僕嫌いなので、庭があったから、うん、だからあの桜の木とかあるから、うん、木登りしたり、うん、捕まえてきたりするんだけど、うんうんうん、で小屋を作ってて、うん、で外で飼ってるとか言ったら、それ野良肉じゃねえかって言われるんだけど迷い猫で3匹いたのよ。ただあの1匹はもうあの黙っていなくなったのよ、うん、黙ってっていうか言わないよ、時もなく1匹待っていう猫じゃ可愛いけど、黙っていなくなった、本当挨拶もなくいなくなったのと、もう1匹はもう老衰で亡くなっちゃった。そう、うん、でもね隣の犬と仲良かったのよ、あその老衰の一番古い猫が。でね寒い冬の日にね、うん、隣の犬の小屋のと横で死んでたのよ。でそれ米軍基地が、米軍住宅が近かったから、英字新聞でくるんであったのよ。そうで外国の方が、あの見つけてくれて、でそしたらね、その隣の犬ジョンっていう柴犬だったと思うけど、それが翌日亡くなったのよ。なんとすごいよ、なんか繋がってたような気がして、で隣のお母さんと二人で泣きながらさ、うん、蕎麦食ったよ。何それ。いや、そのような本当の話でしょ。いや、本当の話。じゃあ動物もそうやっての、あれが分かるのかな。だからそういう思い出がありますけどね。そうか、うん、山越さんじゃあそんな気持ちで歌いづらいな、歌いづらくして何を歌ったらいいんだ。歌いづらくしたらさっきのかっこいいやつ、でもいいですけど、何しますか。何しようかな、あんまりやってない曲やろうか。それいいじゃないですか。ドアーズでもやってみますか。いいですし、いいじゃないですか。僕のハートに火をつけてちょうだいなみたいな、はい、ね、もう冬だし皆さん寒いでしょうからね。あ、もう、そうですね、火をつけてっていう曲をやってみましょうか。いいじゃないですか。You know that that would be a lie if I was to say to you, God, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. A titan sitting out on fire. The top to head you take it through.World and the mire, a tiny we can only lose. Out of love, the count of funeral. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. A titan set tonight on fire.
remember what to say to you. Girl, we couldn't get much higher. ファイヤーの弾き語りすごいね、素晴らしいよね、これね、いいんじゃない、いいね、パンクだね、かっこいい、あのこれバンドでやると普通になっちゃうじゃん、バンドでやると普通なんだよ、かっこいい、これギターしとるのがかっこいいね、かっこいい、かっこいい、パンクっぽいよ、そう、迫力あるよね、こういうのが面白いんだね、すごい素晴らしい、うん、もうおーとか言ってるよ、おあの人もあの人もあの人も顔が見えるもん、ね、いいね、まあ、あっという間のね1年というか、まあ、この1時間もそうですけども、はい、本当にあの時が経つのがね早いもので、あの1年 ね、もうそろそろ本当早い、早いですよね、この1年間ってあの先ほどの清水さんからねいろいろありましたけど、松下さんあたりはどういう1年でしたでしょうか思い出せないんだけど、まあ、私はほらね、めでたく赤い服を着る年になったんで、みんなとね同じ年代になりました。あ、そうですね、ありがとうございます、ありがとうございます、ようこそお祝いしてもらったことをね、ね、あのみんなにお祝いしてもらってね、須賀川でいつも須賀川でね、ありがとうございます、須賀川、ね、そう、しんちゃんと一緒にねお祝いするはずが、うん、しんちゃん早く元気になってね、怪我しちゃったから、あ、そうか、ね、あ、須賀川の吉田しんちゃんね、はい、あのちょっと今ね、入院中だけど頑張ってね、頑張ってくださいね、あの、本当須賀川の、ね、方たちとかもいろいろねお世話になってね、ライブもしかり、あの、ね、今年はほら初めて行ったところもあるよね、小田原とかさ、あ、小田原もそうだね、音楽魂もいろいろ来ましたね、そう、パンチョマンさんにお会いできたし、うん、お会いできてしね、でやっぱりまこさんのねご紹介とか あのゲストの方もねたくさんいらっしゃ、はいはい、あの武田和夫さんもそうだし、野呂さんもね、野呂さんもそうだってね、それで山本教授さん、そうそう、山本教授さんもね、教授さんも今年、そうそうそう、なんかもう去年のような気もする、随分前のような気がするけど、ね、去年だっけ、まあ、でも1年ぐらい前ですよね、うん、1年前の今頃ぐらいですね、うん、あのいろいろね、あの早いから、ね、まあ、あの、うん、いい方向にね来てるとは思いますね、はい、僕はもういつまで続けられるか分かりませんが、10周年だから派手にね、あの、いろいろね、ね、でも私たち可愛いよね、10周年だから T シャツ作ろうとか、その程度だもんねね、夢はさ、もっとバーンと行こうよ、お前武道館でやるとかさ、川崎 FM の提供で、ね、T シャツ作ったんだもんね、そう作ったけど20枚しか作ってない、20枚しか作ってない、あの、そうそうそう、あの関係者だけっていうか、そう、あ、まあ、ちょっと急遽ね、じゃあそんなにどんな買ってもらえるかどうかも分からなかったから、ね、うん、あの、ちゃんと作りますよ、そう、10周年に向けて のちょっとね、うん、一回作ってみてデザインとかあるじゃん、俺やっぱり洋服屋だったから、家がこだわりがある、ハイセンスかなおですから、ハイセンスかなおね、うん、屋号がかなおだったの、かなお下のおおね、うん、あれね、みんなこれなんだろう、でかなおだから金におって書いてあるね、あの旗があったわけ、金尺の金に、なるほど、金じゃないですよ、でそれにおっていうね、うん、それちょっと入れてみたんですけど、うん、ちょっとあれいいよ、あれいいですよね、あのちょっとだからデザインとかもいろいろ考えて、うん、なんだろうっていうのがいいみたい、うん、だから屋号がハイセンスかなお、ハイセンスよ、もう
ね、シャレたおやろ。振り仮名もかなおだったな。ぼじゃないおかなおぼじゃなくておおっていうのよかなお。じゃあかなおダブルおにしようかな。いやいやそれはおかしいんじゃないの。なんか小馬鹿にしてない。なんか農家で古町商店街を。やめとったら行くぞ。古町商店街。まあ、そういうことでね、なりましたけども、はい、じゃあ、博多のミキさんが今日来てないけど、今日最後リクエスト来てたね。リクエスト、リクエスト来てた。ユーっていうのが来てたけど、先週ね。じゃあユー行きましょう。僕歌っていい？もちろん。何言ってんの？何言ってんの？花尾君歌わなかったらいいし。パスとか言い出したらダメ。いいですか？じゃあユー行きますか。暮らすのはやめなよ。星に抱かれ眠る夜、いつもそばにいる。手に入れたものは何？残された人は誰？朝まで踊ればスローダンス、時を忘れてバイバイ、痛む心癒えるまで、いつもそばにいる。カノエシロユーをお届けしました、ありがとうございます。外の方もね、寒い中ね集まっていただきましてありがとうございました。ということで、ちょっと時間がありますが、宣伝というか真子さん今年の何かありますか？なんか、今年は今年というか今日湯島よろしければ夜ね、湯川東弁とグリコと3人で今日はやります、ね。マコグリ。マコグリ弁。弁。マコグ
ういうお弁当みたいな、ね、3人はあれですか、まあ、結構仲良くやってるんですか、うん、トリオで、うん、やってますよ。へえ、それは定期的にやってるの、うん、そう、まあ、今回2回目なんですけどね。あ、そうなんだ、うん、へえ、そう、面白いですね、はい、そう、3人7月だったかな、スペシャリスト3人が集まって、うん、うん、そう、やりたい放題やりたい放題うん、お元気でしょうか。あの、まあ、うん、グリコ君がこの間ね来て、うん、あのね、で、まあ、あの頑張ってバンドもね、うん、やってるし、あの、湯川東弁さんはいかがですか、ね、元気ですよ、本当に相変わらず、はい、よろしくお伝えくださいということで、はい、もう一度ね僕の宣伝もしましょう。明日、今日です、あ、今日じゃない、明日か、明日です、明日、今日は誠さんですね、今日は、ね、明日はあの、スモーキー野毛ですね、横浜野毛っていうとね、僕は本当にね、あの、帰りたくなくなるんですよ、ね、後ろ髪を引かれるね、もういい飲み屋がたくさんだけど ね、 そうだね、渡辺武史君とね、松下としみ、金沢志郎でお届けします。明日ね、斉藤さん来てくれる、あ、斉藤さん、うん、あ、斉藤さんよろしくお伝えください、はい、USA から、本当ね、T シャツ、あの、帰国するので、ついてすぐ来てくれるらしいよ、お待ち、来日ですか、あの、大山チーム師範、明日、うん、楽しみにしておきましょう、ね、ということでね、あの、はい、キキさんも、あの、1年間ありがとうございました。1年でまだ来週もあるしね、あ、まだね、あ、そうかそうか、ま、これで今日はまだ金玉が最後ということで ね、 ね、そういうことでですね、楽しい放送でしたけども、はい、高島子さんありがとうございました、ありがとうございました、松下としみさんありがとうございました、今日も、あの、メールファックスありがとうございました。また来週お会いいたしましょう、はい、来週のゲストはですね、森かおるさん、初登場ですね、森かおるさん、今日あれだよ、あの、スカがぷかぷか、あ、今日、そうそうそう、今北からずっと回ってこられるもんね、で、来週は川崎 FM、ね、ね、初登場ということでね、森かおるさん、男性の方ですよ、楽しみです、うん、あの、楽しみにしておきましょう、ね、じゃあお楽しみください。 See you next time。季節は巡る